観光協会の提案でネオベネツィアで新しい催しが企画されることになりました。それは昔々のマンホームに伝わる素敵な言葉の芸術で、アリア・ザ・ベネディチオーネ、ボイスドラマ、ナビゲーション2、その風景に込めた思いは、ムックンはモフモフしてて癒される、こういうことですか？忙しい、デートする間もありゃしない、こういうことでしょ？違うかな。ぽいぽいにゅぽぽいぽぽいにゅぽいにゅぽい、違います、多分。でっかい、難しいです。俳句だっけ？観光協会に詳しい人がいるのかしらね。